皆さんこんにちは、大津幸男です。これから英語教育、国語教育に関して、いろいろな私の考えを動画を使って発信していきたいと考えています。飯綱書店のウェブサイトをお借りして、動画をできるだけ定期的に上げていきたいと思っています。今日は第1回目ですので、どんなことが背景にあってこの動画のシリーズを考えたかということについてお話をしたいと思います。私が見るところ、英語教育も国語教育も明確な構想、理念といったものを見失っていると考えています。そういう状況にあって、もし私の認識が正しいのであれば、英語教育についても国語教育についても基本に立ち返って両者を関連づける、有機的に関連づけるという試みがなされるべきだと考えています。この動画のシリーズでは、こうしたことを背景にして、英語教育と国語教育の基本に立ち返って、そしてそれぞれの理念といったもの、そして両者の関係といったものを有機的に考えていきたいと思っています。一つお願いがあります。この動画のシリーズで私が伝えたい一番大切なメッセージとしては、常識を疑ってほしいということです。特に、まあ、私がそうではありませんけれども、第一人者とか権威とかと言われる人たちが書いたもの、あるいは話したことをそのまま鵜呑みにするということはせず、一旦、自分の頭に持ち帰って、本当にそうなんだろうかというふうに考えていただく。その結果納得がいくということであれば、その考えを受け入れる。それはもちろん、全く問題のないことですけれども、もし考えた結果、自分にはまだ納得がいかない、腑に落ちないところがあるということがあったらば、その点について十分に考えを煮詰めていただきたいというふうに思っています。今言ったことは、この動画のシリーズで展開する私の考え方についても当てはまるところで、大津はあんなことを言っているけれども本当にそうなんだろうかということを常に考える、そういう習慣をつけていただきたいと思っています。この動画のシリーズは、だいたい1本の動画を5分ないしは10分程度、短い時間のものにとどめたいと思っています。飯綱書店のウェブサイトには、私が連載させていただいている言語教育辞表という欄がありますけれども、その辞表の内容とできるだけこの動画を関連づけて進めていきたいと考えています。皆さんへのお願いを最後にしたいと思います。皆さんがこの動画をご覧になって、どういう感想をお持ちになったか、中には、受け入れられない、先ほどの話ではありませんけれども、受け入れられない、反論、批判といったものがあるかと思います。大歓迎ですので、ぜひそういう皆さんの考えをフィードバックとして、私の手元に送っていただきたいと思います。今画面には私 のメールアドレスが出ておりますので、そこを宛てに送っていただければ結構です。もちろん飯綱書店宛てに郵送で送ってくださっても結構ですので、皆さんからのご意見などを心待ちにしています。それでは第2回目をお楽しみにしてください。ごきげんよう。